毎回 100% 出ます。すごい。先に設問選択肢を読む練習をしなきゃ、トイックをきちんと受けてる人の本を書くっていうのがあります。Hello there、 始まりました、もちえチャンネルです。今回はですね、メンタルドクターの指導先生、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、メンタルドクターの指導です。今回はですね、メンタルドクター指導先生がトイックに挑戦されるということで、はい、トイックどういう形式なのっていうですね、はい、ちょっと説明しなきゃいけないなと思って、はい、ぜひ聞きたいですね。前に受けたのがもう4年ぐらい前ですかね、新形式になる前なの で、 です、ね、なので新しい形式の問題のタイプとコツっていうのをですね、はい、ちょっとレクチャーしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。だって1月に900点を目指しますから、うわー、一発で鈴木貫太郎を倒すっていう一撃必殺みたいな一撃、まあ、ちょっと貫太郎さんがどれだけの伸びを見せるかわからないですからね。これでやる気貫太郎さんがなくなっちゃったら困りますから、逆にモチベーションを上げるために誰か、はい、敵を作らなきゃと思ったんですけど、鈴木貫太郎さんをこう うまくちょっと調節して乗せていきたいと思います。まずパート1ですね、はい、これはまあ前から変わらないあれですよね、 A 見てってやつですよね、写真ですね、はい、あ、写真だ、写真、はい、写真があってその写真に対して、はい、合っているものを選ぶやつなんですけど、はいはいはい、多分まあ受けていた頃と4年前だったらそこまで変わりません、はい、そこまで変わらないんですけど、はい、やっぱり単語がちょっと難しいです、はい、知っている人と知らない人が分かれる、はいと思いますね、はいはい、でいわゆるトイックマニアの人とか、はい、まあ、トイッカーとかって言われたりですけど、はい、その人たちからするとだいぶ簡単です、今の問題は。前に出たことある、過去に出題されたことある単語ばっかりやからですね、はいはいはい、しかし普通は何回も受けないじゃないですか、トイックなんて。そうですね、受けないですね。そんなマニアックな人がめったにいないので、はい、なので、あ、初めて聞いたっていうのが出てきちゃうんですよ、結構。なのでそこをきちんと押さえておくっていうのが大事ですね、はい、それを押さえるためにどうすればいいんですか。あ、単語帳、単語帳でもいいですし、やっぱトイックをきちんと受けてる人の本を買うっていうのが大事です。ウィルバーローとかですね、なんですかってなりますよね、当然、はいはいはい、この一輪車手押し車っていうのは何ですか、日本語で。ああ、一輪、はい、手押し車みたいなやつですね、はい、あれです、あれのことをウィルバーローって言うんですけど、はいはい、やっぱこれは知らないと聞こえないですよね。でバーズとか、ファーズ、バーズ、バーズでも全くわからない。ベースだとわかります。ベース、はい、ベースは知ってますか。よしおベースは花瓶ですね。ベースね、はいはいはい、でもイギリス英語だとバーズっていうんで、はいはい、だこれはもう知らないと当然聞き取れないわけですね。でこういうのはだトイックで出たことがあるので、知ってる人はあ来たってなるんですよ、はいはい、なるほど、あ、これ来たと。であと 100% 出題されるのが進行形の受け身と完了形の受け身です。はいはいはい、動作の前か今かってことですよね。そうですね、動作がやられている最中なのか、はいはい、もうそれが終わった後の状態なのか、はいはいはい、これが毎回 100% 出ますので、うん、それは覚えてますね。6問しかないのに、今前10問あったので6問に減ったわけです。6問なんですね、少なくなったのに、はいはい、なのにこれはまだ毎回 100% なんとか出題されてますね、はいはい、新形式になって。次がパート2ですね。でここが、多分受けた時よりもかなり難しくなってます。あれですよね、なんか3つ選ぶやつ、3つの中で選ぶやつです、ね、そうです、誰か1人が発言して、はいはい、その後に応答を答えるやつですけど、はいはい、まあ、新形式に変わる前から徐々に難しい遠回しな表現ですね、うんうんうん、それが出てきてはいたんですけど、はい、もう今もう容赦ないですね、めちゃくちゃ遠回りな表現がたくさん出てきます、はいはい、どうやってこう対策したらいいんですか。あ、知っていくことが大事ですね。やっぱりどん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 慣れるしかない。僕の参考書持ってるって言ってましたけど、あ、昔のやつですけど大丈夫ですか。そう、あれ改訂版もあります。やったー、これ俺持ってるんですよ、これ、ね、たまたま買ってて、新バージョンですね。やったー、ありがとうございます。例えば誰ですかとか、どこですか、いつですか、はいはいはい、っていうのに対して誰々に聞けとか、うーん、これを見ろとかですね、はいはい、予定表見ろとか言ったりとか、はい、前に言ったでしょとか、あ、ややこしい、それは。そうそう、こういうのが、はいはい、でまあ、だいぶ攻めてきてる。積極的に選ぶっていうよりは、これとこれはないから多分これだろうみたいな感じで。そうですね、消去法が大事になります。パート1、2は結構消去法が大事になってくるので。パート2何問ですか。パート2は25問で、パート3、4っていうのが長いやつですね。長くなって、あれ嫌いなんですよね。パート3は会話、パート4は1人の方、はい、人が喋ってる、はい、13×3 の39問ですね。39問、はい、そうなんだ。パート4が30問、はい、今は3人の人が喋ったりすることもありますから、3人会話がありますし、はいはい、
で、あとは意図問題っていうのがあるんですよ。意図、この人がこうやって発言した理由は何ですかとか、この人の発言の意味は何ですかみたいな、はいはい、出始めたばっかりの頃は結構簡単だったんですよ、はいはい、ああはいはい、そんなもう文脈でもうこれしかないじゃんみたいなのだったんですけど、はいはい、結構最近攻めてきてますね。レベルが上がってる印象です。そして、グラフィックですね、はい、いわゆる絵がついてるやつです。あ、それは3でも、はい、あ、出てそうです、表があったり図が出てきたりとか、はい、前なかったですよね。ないです、はい、じゃあテキストも見なきゃいい。そうです、そうです。見ながら地図もあったりとかして、それを見ながら、はい、なんか聞いて、その情報と、この見た情報と照らし合わせて答えを出さなきゃいけない、はい、っていうので、これが厄介です。3,4 に関して前やってて思ったのは、はい、なんかこう会話自体は聞き取れるんですけど、後半になってくると前半何言ってたっけみたいになっちゃう、はいはいはい、あれってどう対策したら。それは先に設問選択肢を読む練習をしなきゃだめ。やっぱ後に読んでやってしまうと忘れちゃってるってことが多いので、はいはい、全部答えられないって人がすごい多いです、はいはい、だから先に設問と選択肢を読んで、それを記憶しておくっていうのが、うん、コツなんですけど、まあ難しいですね。最初の方は結構設問読んでたんですけど、はいはい、読んでたことからもう忘れていって、はいはいはい、もう問題が始まって、ひえーみたいな、あれどっち読んだらいいんだろうみたいな。そう、どんどん遅れてっちゃう人が、はい、多いんですけど、まず設問選択肢をきちんと読む力ですね。で、設問のパターンって同じのばっかりなんで、はい、まずは設問をきちんと暗記すること、で聞きながら解く。はい、これが大事ですね。ちゃんと聞いてる間に解いていく。マルチタスクができなきゃいけない。参考書を、ね、単語帳を差し上げますので、はい、ありがとうございます。これの後ろにその設問のパターンが載ってますので、おー、めっちゃいいじゃないですか。それは絶対暗記して、あ、もう設問パターンをもう暗記してしまう。必ず暗記して受験に臨んでください。ありがとうございます。ね、トイック800点プロジェクトのビジョン君っていう人がですね、はい、達成しなかったら買うって言ってやったんですよ、はい、結局何点だったんですか。720で、だから80冊買った。マジで買ったんすか。自分の本80冊買った。すげえ。オフ会の売り上げもらってないぞ、そういえば。オーストラリア人が聞きづらいです。あ、慣れてないと大変かなと思いますね、はいはい。だいぶボソボソ系の新オーストラリア人が現れてるので。なるほど。リーディングですね。先ほどやってもらったパート5、はい、ね、それはどうでした？出てきた。まあ、やっぱりちょっと単語とか文脈が難しくなってるなっていう感じがしましたね。うん、そうですね。なんかあんまり高校受験レベルっていうのはなんか少なくなってるな。だいぶ難しいものも打ち込まれるようになってきたなっていう印象なので、はい、ちょっとそこ語彙力を上げる必要があるかなと思いますね。で、あとは一文一文が長くなってるので、昔より。確かに、はい。だから非常にそこが、そうですね、昔って結構短めだったんですよ、はいはい、前後だけ見りゃ速攻解けるみたいなも結構あったじゃないですか。1979年のトイックなんか、はい、もう数語です、本当に。そうなんですね。本当に数語しか書いてなかったのが、はいはい、今やっぱ10後半ですね、のがほとんどなので、はい、だいぶ難しくなってるというか、読むのが大変になってきて、はい、昔40問あったのが30問で減ってますので、はいはい、でそしてパート6っていうのが文章中の穴埋めですね。はいはい。で、昔は3つ穴を埋めるやつだったのが、今は4箇所になってて、1つは文を埋める問題になってますんで、はいはい、文章中に単語だ、単語じゃないフレーズだけじゃなくて、そうです、文を埋めるっていうのが、そこがパート5の違いってことですよね、はい、で文脈で解く問題がいっぱいありますから、はいはい、だいぶこれも難しくて、はい、で文入れるやつは消去法をうまく使うっていうのが大事になりますので、うんうん、これを忘れずに絶対やってください。僕が44で16問ですね、はい、パート7ですね、まあ、ここは最難関、はい、最も難しい、最後の方を塗りつぶすみたいな感じになってた気がするんですけど、はいはいはい、本当に長くなってますし、はいはいはい、あとは序盤にも難しい問題が出てくるっていうのはちょっとあるね。昔序盤はやっぱすごく優しいのが続いてたのが、序盤から難しいっていうのが出てます。わ、はいはい、からないものは飛ばしてきちんといく、はい、54問が、ダブルパッセージが2つ、トリプルパッセージが3つ、25で、で、それ以外がシングルパッセージですね。29がシングル、はい、で、25が、はい、がマルティプルパッセージ、ね、あれ、リーディングは75分でしたっけ。そうです。あれは変わらず。変わらずです。あ、変わらないですけど、今の方が全然タイムはきついです。昔と比べて。そうですよね。だって 文法問題40問あったんですもんね。一文中に埋めるやつが減って、読解がゴンと増えてますから、それでトータルのタイム変わんないって。そうです。マジか、はい、ダブルが2つあって、はいはい、トリプルが3つですから。うわ、トリプル3つ、はい、なんで、あとはチャット問題とか出てますからね、はいはい、でチャット問題中には必ず意図が入ってますね。出た。
糸、この糸は一体何でしょうっていうのが入ってますので、はい、そこ文脈使ってと、あとは文挿入1問題ですね、はい、どこにこの文を挿入するしますかっていう問題が出てますね、はいはい、これもだいぶ難しくなりました、当初はだいぶ優しかったですけど、はいはい、最近やっぱり、まあ、予想してた通り難化が進んでますね、はい、やっぱ推測問題が大変、はい、そして照らし合わせの問題ですね、はい、これが厄介ですので、やっぱ複数の情報を照らし合わせて解くっていう癖をつけなきゃいけないので、はい、これは慣れないといけません。やっぱりトイック受けたことない、トイック知らないっていう人がやっても、はいはい、さっぱり分かんないです。答えの根拠がどこにあるのか分からない、そして推測問題もそうですね、はいはいはい、そこから言えることですよね、文章中に書いてあることから言える、はい、ゲスできることを、はい、大学入試とは違った難しさです。直接答えが書いてない可能性があるってことですね。やめていいですか俺ダメです、もう乗りかかった船です。もう泥目ですよ、もうもう溶けてきてますよ。もうもともと同じ英語力の人が例えば新問題やったらやっぱり点数下がるんですか。一応トイック側は同じになるとは言ってます、はいはい、まあ偏差値みたいなもんなんでなるとは言ってますけど、はいはいはい、上位の人たちはやっぱ下がったって言ってたんで。あ、森哲さんどうですか、実際新形式と旧形式です変わったタイミングで。あ、難しくはなりました、難しくはなりましたけど、はいはい、やっぱ点数は変わんない。もともとトイックのレベルを超えてる人たちがやっても、まあ、まあ確かに確かに変わらない。頭抜けたところのここの差ってことですもんね。そうですそうです、はい、必ずしも990って絶対に全問正解じゃなきゃいけないわけじゃないんですもんね。そうです、全問正解必要ないです、はいはいはい、まあリスニングだと4問ぐらい落としても満点になったりするので。そうなんですね。リーディングでは1、2問。あ、でも1、2問だけなんだ。1問のことが多いですね。1問ミスが非常に多い。実際その900を取るってなったら何問に9割やっぱり3分ぐらい、93問正解すればまあいくじゃないかなと思ってます。リスニング大体900超える人はでもほぼ満点ですよ、いつも。あー、うん、リスニングのぜひ挑戦期待してますんで。ちょっとやめていいですか。いやいや、メンタルドクター、メンタル、いやちょ、メンタルやられそうなんです。メンタルやられないやられてるんですけど、すでに自分に治療を。あ、じゃあちょっとせっかくでもね、先生がこれ授けてくれたので、はい、ぜひ頑張ってやってみます。いい結果を待っておりますので、はい、まあ、きっとね、指導先生のチャンネルの方ではこう、ね、勉強してる姿が、ね、勉強してる姿、勉強配信ね、なんか勉強配信ね、いつかやろうか、生放送で、生放送で10時間ぐらいやって10時間投げ誰も見ずにやろうみたいなね期待してますね。ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。さあ、メンタルドクター指導先生においでいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。